う寝る時間よ。食器棚に置いき。もうちょっとだけ。ママお願い。そうだ、何かお話を聞かせて。マジック。いいわよ、ママもあなたにお話を聞かせるのが大好き。お話の始まりは昔昔あるところに。そう、そうやって始まるわね。お話は私たちをどんなところへでも連れて行ってくれるのよ。ワクワクするような冒険、素敵なロマンス、ひょっとすると勇敢な戦いも見られるかもしれないわね。さあ、それじゃあなたの大好きなお話を始めましょう。好奇心の災いの
城の舞踏会に連れて行ってくれなかった時、突然現れた妖精に助けられたの。ほんのちょっと魔法を使ってね。魔法？そう、魔法よ。信じられない。もう何も信じられるものは何もないわ。何もだって？そんなの本気じゃないはずよ。夢を信じない人のところへ私は来ないわ。でも、したでしょ？いやだ、私ったら魔法の杖はどうしたのかしら。魔法の杖？じゃあ、あなたは？そうよ、あなたを守る妖精。魔法の言葉は、あ、そう、ビビビ、バビビ、そう。Thank you.
なたもよく知っているお話をしましょう。美女と野獣だね。昔々、遠い国の輝くお城に若い王子様が住んでいました。ある夜、お城に年取った物乞いの女が来て、一夜の宿を巡ってほしいと言い、一本のバラを差し出しました。でも王子様はそのみすぼらしい姿をバカにして、老女を追い返そうとしたんです。老女は見かけに騙されて人の心の美しさを見逃してはいけないと言いましたが、王子様は聞き入れませんでした。魔女は罰として王子様を恐ろしい野獣の姿に変え、お城に強力な魔法をかけました。年月が流れ、王子様はすっかり希望を失いました。一体誰がこんな野獣を愛してくれるのでしょう。君は戻ってきた。もちろん戻った。